池ヶ谷香織池ヶ谷香織は日本の映画監督、ドキュメンタリー作家、港南女子大学文学部メディア表現学科教授、1958年東京生まれ、同志社大学卒業後12本の NHK スペシャルを含む数多くのテレビドキュメンタリーを演出する。初の劇場公開作品となった映画、園安の娘2002年は、 文化大革命に翻弄された父子の再会を描き、ベルリン国際映画祭など世界30数カ国で絶賛され、カルロビバリ国際映画祭最優秀ドキュメンタリー、映画賞、ワンワールド国際人権映画祭、バーツラフ・ハベル特別賞補化多数受賞。二作目の、アリの兵隊2005年は、中国残留日本兵の悲劇を描き、記録的なロングランヒットとなった。 三作目の、先祖になる、2012年は、東日本大震災で息子を失った気氷の、老人が、類いまれな人間力で自宅を再建するまでを追い、ベルリン国際映画最エキメニカル賞特別賞、香港国際映画サイファイアーバード賞、文化庁映画賞大賞、日本カトリック映画賞を受賞。四作目の、ルンタ、2015年では非暴力の戦いに込められた、 チベット人の心を描いた。2008年から2013年まで、立教大学現代心理学部映像身体学科の特任教授を務め、卒業制作としてプロデュースした、シズルは全国規模の劇場公開を果たした。2017年9月、高南女子大学文学部メディア表現学科教授に就任。同年、神戸の元町映画館を拠点に、 池ヶ谷るドキュメンタリー塾を開講。塾生の中から映画制作を志す者が多数現れたのを受けて2018年2月、映像制作集団、元町プロダクションを結成。人間を撮る自分を見つめるをモットーに、神戸から新しい映像文化の発信を目指す。2017年4月、兵庫県立美術館で映画4作品を集めた特集上映が開催され、 二日間で千人の観客を動員。2018年12月には世界人権宣言70周年を記念して、神戸、元町映画館、大阪、シネルーボと2週にわたって池ヶ谷る監督特集を開催。他多数、ありがとうございます。